じゃあユミの妹ってのがアレスの瑞希で、おそらくは100億の共犯。そしてハルカはその娘だ。行方不明だったユミはあの子にだけは会っていた。ああ、ごめんなさい、キルーちゃん、ちょっとお願い。あ、丁寧にね。セレナです。あの兄貴ですか？シンジか。やっぱり連絡取りたくて方々を回ってたんです。そうか。今どんな状況だ？実は今カズマのおやっさん連れて逃げてます。何？あの後病院で手当てしたんですが、意識はまだ。でも兄貴、あの状況から見ておやっさんを撃ったのは東城会のもんです。おやっさんの居所が知れたらまた狙われるかもしれません。今どこだ？信頼できる筋に隠れ家頼んでるとこです。落ち着いたらまた連絡します。連絡先はセレナで。いや、携帯を持ってる。キリュウ、何か当てはあるのか？いや、まだ思い当たらない。足を使って情報を集めてみるさ。効率的じゃねえな。仕方ねえ、例の情報屋のところに行くしかねえか。ひょっとして伝説の情報屋の話か？そうだ、知ってたか、サイの花屋。この町のことは何でも知ってるって噂の情報屋だ。だがそいつがいるのは例の公園の中だ。西公園か。ああ、通称サイの河原。ホームレスが住み着いた公園だ。奴はそのサイの河原の中にいるらしい。だが気をつけろよ、あそこは警察も不介入の危険地帯だ。一度中に入ると出てこられないかもしれない。だが行くしかないな。今の俺には時間がない。だってさ、ハルカのことを頼めるか？ああ、ここも安全とは言えないからな。こっちで保護しよう。なあ、あんた張り紙あったろ、使用厳禁。ちゃんと見たか？じゃあ何されても文句ねえな。うせろ、こっちはヤクザに用はねえ。消えろって言ってんだ。公衆便所はみんなのもんだろ。てめえ。はいはい、ええ、そうです、わかりました。どうしていいそうだ。こっちだ。ご案内します、キリュさん。もう身元が割れたのか。サイの河原だぜ、ここは。ボスは地下の一番奥でお待ちしています。どうぞ。キリュウカズマ、出所早々派手にやってるみてえだな。あんたがサイの花屋？何の情報が欲しい？東城会の100億
それに由美と水木って姉妹の情報だ。報酬はいくらかかるんだ？情報を集めるのも金がかかるんだよ。どこにでも俺の手下はいる。キャバ嬢のパンツの色から裏の取引、表沙汰になってない殺しまで、全て俺のところに話が入ってくる。そして俺はその星の数ほどの情報をつなぎ合わせて、客の欲しい正確な情報を提供するんだ。だから俺の情報は高い。わかるよな？今は無理だ。でも時間がない。だろうな。おい。おい。10年前、堂島の竜って言いや相当なもんだった。俺はヤクザってのが死ぬほど嫌いでな。だが情報屋ってのはとどのつまり覗き趣味でよ。あんたが天下の登場会敵に回して何しでかすか、実のところ興味津々なんだ。それじゃあ。だがただで情報やったんじゃ他に示しがつかねえ。俺はフェアじゃねえことは嫌いなんだ。つまり仕事をしてもらおう。堂島の竜にしかできねえ仕事をな。地下闘技場か。そうだ。金の使い道思いつかねえ金持ち、血見るのが好きな変態どもがお得意様よ。戦士は殺しても殺されても問題に。ここは賽の河原だ。三途の川もすぐ近くってな。俺にしかできねえ仕事ってのは？3人勝ち抜けば賞金が出る。そいつを手に入れられれば、そいつを情報料としてもらおうじゃねえか。10年前、堂島の竜と恐れられ、自分の組長をその手にかけた仁義なき国王、キルーカズマ。迎え撃つは、ここまで2人勝ち抜き、帝国第9殺人逃亡犯、ダニエル・フェルマン。さあ、時間無制限、ルールなし。ねえ、キルさん。即死と副上司、お好みは？その日本語、意味分かって使ってんのか？無敵の極道隊、無敗の地下王者、注目の一戦、今、ゴングです。まさに喧嘩最強、極道の勝利。無敗の王者に土をつけ、今、新チャンピオン誕生。次はお前が仕事する番だぜ。安心しろ、約束は守る。俺はフェアだって言ったろ。登場界の100億と由美と水木って女の、登場界三代目は金が盗まれたことを、だがそれを錦山って直系組長が緊急幹部会で暴露したんだ。
三代目を殺したのは俺は錦山だと踏んでる。奴の動きは四代目の椅子を狙っているようにしか見えねえかもしれんな。だが今の登場会は群雄割拠だ。三代目は死に、後目もまだ決まってねえ。となれば100億取り戻した男が四代目だろう。錦山のたった一言の引き金で共食いの泥沼、任侠が聞いて呆れるぜ。100億を奪ったのは由美って女だ。こいつは匿名の垂れ込みがあったらしい。何？登場会で裏取ってるうち、妹の瑞希が事件の直前からアレス閉めて行方くらましているのが分かった。いよいよ本星ってわけだが、二人とも見つかりやしねえ。それで瑞希の娘はるかか。なんだって？登場会は瑞希の娘を探している。はるか今俺と一緒にいるんだ。はるか、そうだったのか。おととい顔を隠した妙な女が来てな。そいつが探してくれって言ったこの名前が確かはるかだった。それが由美か瑞希ってことは。さあな、女の顔は見たが俺にはそれが由美って女か瑞希って女かもわからねえ。得体のわからんやつとは仕事もできねえからな。丁重にお帰りいただいた。なんだ、そうか、わかった。お前に客だ。客？見に行くぞ、足元注意しろ。何？こいつは。驚いていいぜ。ここが西の河原の本当の姿だ。5年前警視庁は50台のカメラを取り付けた。テロ防止なんかが名目だが、所詮大して役には立ってねえ。だがよ、俺は実際にこの目で見てるんだ。1万台のカメラを設置してな。おい、客の様子を見せろ。はい。伊達さん、チカ、何があったんだ。奴の行動をたどってみるか。奴の映ってる他の映像を出してみろ。伊達か、なんとも落ちぶれちまったもんだ。伊達さんを知ってるのか。ボス、10分前の映像です。ん？ボス、トラブルです。なんだ。ライブ映像に回します。キリュウ、伊達がヤバいぞ。おい伊達さん。すまねえ、ハルカが。分かってる。おい、こいつデカだぞ。そうだ、間違いねえ。俺はな、昔こいつにパクられたんだ。もう十分だろ。まだだ。100回殺しても足らねえ。誰しも引っ込んでる。一発殴んねえと気が済まねえ。バラしまえ。そうだ、バラしまった方がいい。何言っても無駄か。ああ、無駄だ。あんたの話聞く義理はねえ。なんだよ、どうする気だ。よせ、キリュウ。そんなにこの人やりてえなら俺を倒してからにしろ。呆れた強さだな。あんたが西の花屋。久しぶりですね、伊達さん。キリュウ、例の子さらった車はバッティングセンターに止まった。安心しろ、この情報量はつけにしといてやる。ああ。あいつは元警官だ。
警察の情報を横流ししてたのを俺が告発したんだ。そのあとは知らねえが、こんなとこで会うとはな。キリュウ、ハルカさらったのは真島組のやつらだ。真島組？よりによって真島の兄さんか。伊達さんはセレナで待っててくれ。だがそれじゃ、その体じゃ真島組を相手にするのは厳しい。それよりもレーナが心配だ。一人にしないでやってくれ。分かった、気をつけろよ。久しぶりやの、キリちゃん。わしゃ嬉しゅうてたまらんのや。堂島の竜と直接やり合える、本物の命張った喧嘩ができるなあ。ケルちゃんならわかるやろなあ。おじフフ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 言うたやろ、キリュウちゃん。わしゃお前と勝負できりゃそれでええんじゃ。本気で言ってるのか。本気も本気、大マジやなあ。もうこれ以上じらすなや、キリュウちゃん。行くで、勝負や。ごついぜ、お前は。それでこそキリュウちゃん。いや、まだまだ行くぜ。勝負はついた、ハルカを返せ。アホ、死ねやキリュウ。うわっ、おやじ、なんで。キリュウちゃんはな、俺の獲物や。このこいつをやるのはわしだけなんじゃ。マジマ、おやじ、おやじ、おい、救急車だ、早くしろや。おじさん、ハルカ、遅くなったな。すまなかったな、ハルカ。お前のことを守ってやれなかった。怖かったろ。うん、縛られて真っ暗な部屋に。でも外が急にうるさくなって、そしたら知らないおじさんが来て逃げなって。知らないおじさん？誰だ、キリ。いや、お礼を言ったらペンダントは持ってるかって。何のことだ。これ弓お姉ちゃんが。お母さんは？なんでお母さんに会えないの？ごめんね。嫌だよ、お母さんに会いたい。弓お姉ちゃん、お願い、お母さんに会わせて。ねえ、お願い。ねえ、はるかちゃん。今日はこれを持ってきたの。お母さんが持ってたペンダント。お母さんの？そう、はるかちゃんにって預かってきたんだ。だからもう少し待ってあげて。
ね。うん。大事なお守りだからこれ持ってること知らない人に話しちゃダメよ。すごく大事なはるかちゃんだけのお守りだから。そのペンダントを知らないおじさんは欲しがったのか。ううん、大事に持ってなさいって。これには100億の価値があるんだよって。見せてみろ。鍵付きか。無理やりこじ開けるってな。ダメ。言ってみただけだ。はるか、そのおじさん顔は覚えてるか。真っ暗だったから全然。でもその人桐生のおじさんにペンダントのこと伝えてくれって。俺の名前を。うん。何者なんだ一体。さあな、一つだけ確かなのは、俺たちはいつの間にか事件の中心に置かれていたってことだ。おい待てこら。え、おやおや、誰かと思えば組長じゃねえか。てめえ、柏木さんが世話してる組がケツ持ってる店にみかじめ取りに行ったっての本当か。おう、バッチリ稼いできてやったぜ。文句ねえだろ。ふざけんな。なんでそんなことした。おいおい、そんなことも説明しねえとわからねえのかよ。何、ウゴのタケノコみてえに次から次へとビルが建ってた時代はとっくに終わってんだ。これからは限られた島を力で奪ってたもんが勝つんだよ。筋ってもんがあんだろうが。筋ね。柏木の頭が文句言ってきたら組長うまいこと言っといてくださいよ。てめえ、3000万どうしても用意してって言ったのはお前だろうが。俺のやり方が気に食わねえって言うならお前のやり方で今すぐにでも直径に上がってみろや。何もできねえくせに偉そうな口聞くんじゃねえぞ。好きか。すいません、本当にすいません。この詫びは縁故でも連れて。いらねえよ。てめえの子分すらろくにしつけられねえグズの指が一体何の役に立つって言うんだ。ああ、すいません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 。風間の親父の耳に入る前でよかったぜ。こんな情けねえ話で親父を失望させたくねえからな。今回だけは不問にしといてやる。次はねえからな。ありがとうございます、ありがとうございます。桐生ならこんなことには。まあ、とにかくしっかりやってくれ。